千歳。いや、千歳、おかえり。やった、私ちゃんとできたよ。お兄ちゃん、ほら、エリカちゃん、顔を見たらベッドに戻るって約束よ。うん、千歳、また後でね。ひょっとしてさ、俺すっげー心配かけちゃってた感じ。まいったな、お嬢にあんな顔させるとか、リュウジに殺されちまうよ。あいつどこだ、なんかあったんだな、話せよ。寝起きに聞くにはヘビーすぎる話だな。俺がアンダーゼロでエデン症候群になって、リュウジが謎のデジモンを操ってザクソン敵に回して、しかもキシベリエのなんたら計画のせいで東京にデジモンが現れるようになって、リュウジは今もあちこちでデジモン使って暴れ回ってる。挙句フェイを狙ってフーディエぶっ壊したとかそんなん普通信じられねえって。嘘じゃないの、うん、エリカ、千歳の顔見て安心したみたい。すぐ眠っちゃった。お前ワームモンか、お嬢がクーロンで拾ったあの現実世界にデジモンがってマジなのかよ。そうだよ千歳、リュウジのこともデジモンのことも全部本当なの。なんだよそれ、シャレになんねえって。アリ、そんな大変な時にそばにいられなくて。エリカが千歳ならリュウジを止められるって言ったの。だから私たち必死で君を救い出したんだよ。私たちじゃリュウジを止められない。でも千歳の声ならリュウジに届くはずだって。よせよ、そりゃ買いかぶりだった。俺だってアンダーゼロでリュウジを説得できなかった。俺の声だってもうあいつには。そんな弱気なこと言わないでよ、もう千歳だけが頼りなのに。ほんまに目覚まし晴れましたんやな。お前はフェイ、お医者はんが奇跡だって騒いで晴れましたね。エデン症候群が治ったんはアンさんが初めてやしな。優子はんも喜びますわ。アンさんら一体どんな手を使うたんや。リュウジがしたことこいつから聞いたぜ。あんたがお嬢を守ってくれたこともさ、迷惑かけたな。アンさんだってわっちらの不始末のせいで一度死んだようなもんや。お互い様どす。あんたの口からそんな言葉を聞くのは新鮮だな。それより片付けなきゃならん問題が残っとる。アンさんらのリーダーのことや、相変わらず都内のあちこちで暴れ回っとるって連絡が入ったで。なんとかし、うちのハッカーたちじゃあの男は手に負えへん。バッチもまだ回復してへんし、あの男のことはアンさんらで解決してもらうしかないわ。俺はアンさんが行くしかないやろな。そいつはまだ動き回れる状態やない。私も行くよ、千歳が動けるようになるまでリュウジの説得を続けよう。すまねえ、リュウジを頼んだ。
ずっとああやって走り回ってくれてたのか、俺たちのために。ええ弟分やないの。兄貴分がしっかりせな。情けないで。本当だな、情けない兄貴だよ。俺も龍二も。こりゃのんびり寝てる場合じゃねえな。
you